アルブレヒトデューラー作、メランコリアーイ欲打つとは気分が落ち込んで活動を嫌っている状況であり、そのため思考、行動、感情、幸福感に影響が出ている状況のこと。欲打つというだけでは原因不明の症状である。うつ状態とは状態像であり、欲打つの症状が精神状態の中心となっていることを意味する。死別や経済破綻。 災害や重篤な病気などへの反応は理解可能な正常な悲観反応である。抑うつの原因がすべて精神障害であるとは限らない。認知症の初期症状や甲状腺機能低下症あるいは更新症など他の医学的疾患も抑うつの原因となり得る。抑うつは人生の出来事の一つに対する通常の反応としても起こり、ごく一部の医学的な症候についてが、 医学的治療や薬物療法の対象となる。うつ病として扱われるのは、ほぼ毎日、2、3週間は抑うつであり、さらに著しい機能の障害を引き起こすほど重症である場合である。また、うつ病という一つの診断がついたので他は考慮しないというような短絡的な診断は行われがちである。他の精神障害も原因となり得、誤診も報告されている。 安易な投薬も行われがちであるが、風並びに日英のうつ病の診療ガイドラインは、軽症のうつ病に、抗うつ薬の使用を推奨していない。2017年の調査では、婚姻状況や孤独感は、抑うつ症状にあまり関連しておらず、友人とのつながりが最も影響しているようで、より孤立している場合に、抑うつ症状は強い。失業。 離婚といった人生におけるストレスは、正常な悲観反応として、軽症のうつ病と同じ症状を呈するが、それは理解可能な出来事であり、過剰な診断と治療は避けることが勧められる。抑うつ症候を引き起こすようなライフイベントや、人生の転機には、出産、後年期障害、金銭的問題、仕事上の問題、医療診断、いじめ問題、失恋、自然災害、 社会的孤独、人間関係の問題、嫉妬、隔絶、深刻な外傷などがある。風ガイドラインでは、このような場合は、抗うつ薬や心理療法を第一選択肢に考慮してはならず、文化的に適切な対応を話し合い支援すると、している。子供時代に遭遇した外傷事故は、抑うつを引き起こすことがある。しかし、子供時代の外傷が、常に、 成人の抑うつ要因であるとは限らず、抑うつにつながる心理的過程を辿ることで引き起こされる。この分野について、この現象を引き起こすような科学的物質が存在するかについての研究がなされている。親による子供の不平等な扱いもリスク要因であるとされている。キューブラーロスにおいては、抑うつは4段階目のプロセスである。抑うつは、 様々な伝染病や神経疾患からも引き起こされ、内分泌疾患、アジソン病、ライム病、多発性硬化症、慢性痛、脳梗塞後の機能回復、糖尿病、癌、睡眠時無呼吸症候群、外実リズム不調などがある。最も早く兆候として現れるものの一つは、内分泌疾患である。慢性疲労症候群はよくうつ病と誤診される。 日本での調査では、鉄欠防性貧血とうつ病との関連が見られ、より強い重症度とも関連していた。認知症の初期症状はうつ病による自発性の欠如などと判別される必要がある。物質を原因とした場合には、若年者では薬物乱用によって、高齢者では医薬品によって抑鬱の症状が引き起こされる傾向にある。抑鬱は、 薬物乱用によっても引き起こされる。患者に投与されるいくつかの医薬品は抑うつを引き起こすことが知られている。ステロイド、インターフェロン、インターロイキン、レセルピンなどは薬剤性うつ病を起こしやすい。多くの精神障害について、その主素は抑うつである。気分障害は主に気分部長を訴える疾患のグループである。このグループにはうつ病が含まれ、これは 最低2週間抑うつ状況にあり、最近の一切の活動意欲や喜びを喪失している状況である。また気分変調症も含まれ、これは慢性的に抑うつ状況にあるが、うつ病の基準を満たすほど重症ではない状況である。抑うつ状態のうち、精神障害の診断と統計マニュアルにおいて、大うつ病性障害として扱われるのは、1日の ほとんどやほぼ毎日、2、3週間は抑うつであり、さらに著しい機能の障害を引き起こすほど重症である場合である。うつ病に陥った人々は、悲壮感、不安感、空虚感、絶望感、焦燥感、罪悪感、短期、痛み、気分が休まらない、などの感情となっている。彼らはかつて喜びに満ちた活動であったことに対して意欲を失っており、 食欲衰退するか過食となり、集中力や記憶力や意思決定に問題を起こし、自殺について考慮、挑戦、宣言し、不眠、金無理、疲労感、エネルギー喪失、長期のタイの痛み、消化系の不良などを訴える。他の気分障害として、相極性障害があり、気分、認知機能、エネルギーレベルが何度か異常に高揚するが、 しかし、欲うつも何度も起こるというエピソードに象徴される。欲うつエピソードが日照時間の減少に伴って季節的に繰り返している場合、それらの障害は季節性情動障害に分類される。また気分障害ではないが、境界性パーソナリティ障害も一般的に欲うつを訴える。適応障害の診断は大きなイベントやストレッサーによって、 精神的な気分失調が発生したが、その感情、行動の証拠が大鬱病エピソードの基準に合致しない時に使われる。また外傷後の心的外傷後ストレス障害や不安障害によって抑鬱が引き起こされることも知られている。上記のように抑鬱を呈する原因は多々である。鬱病と診断されたが改善されないとして、丁寧に問診すると軽度の認知症患者であったり、 他の精神障害であったりといったことは起こっている。一つの診断がついたので他は考慮しないというような思考過程では他の診断の見落としにつながりやすいが、このような短絡的な診断は行われがちであり、診断基準の誤った用い方である。抑うつの診断や重症度を計測するための心理テストには、ベック抑うつ評価尺度や小児抑うつ評価尺度など様々なものが存在する。 欲うつは専門的治療を必要としなくても良い。欲うつは特定のライフイベントに対する正常な反応として、また、いくつかの医学的状態の症状、またはいくつかの薬剤、または治療法の副作用でもあり得る。特に他の症状が合併している長時間の欲うつは、精神医学的アプローチによる治療が役立つ可能性がある。欲うつのサブタイプによって、 治療アプローチは異なる。精神障害の診断と統計マニュアル第5版には、よくあるストレスや喪失による愛する人との死別といった予測可能な反応は精神障害ではないとされ、うつ病の診断基準の注釈においては、死別や経済破綻、災害や重篤な病気などへの反応は理解可能な正常な反応である場合もあることが記述され、また死別による 欲うつ症状も1から2年続くことがある。世界保健機関による2013年の急性ストレスのガイドラインも、死別は、ほとんどの人に精神障害をもたらさないため、ベンゾジアゼピン系の薬剤を処方してはならないとしている。2009年の英国国立医療技術評価機構のうつ病のガイドラインは、危険性、利益の比率が悪いために、軽症以下のうつ病に、 抗うつ薬を使用してはいけないとした。2012年の日本うつ病学会の大うつ病、障害の治療ガイドラインでは、軽症うつ病には安易な薬物療法は推奨していない。また、抑うつの低減や予防に、認知行動療法とその技法を用いたプログラムが有効であることが明らかになっている。そこでは、否定的な自動思考を動定し、客観的、 多面的な認知に基づいて機能的な思考や事故、肯定的な思考へと変更できるようになるための支援や良かったことに意識を向けられるようになるためのサポート、気晴らしなどのストレス対処法略や問題解決技法を習得できるようになるための支援などが行われる。なお、趣味、娯楽活動などを通じた気分転換の実施も抑うつを改善する効果がある。抑うつは 後のうつ病のリスク要因となる上、学業、業務や対人関係などに様々な悪影響を与えることから、抑うつを予防するための予防的介入に関する研究が行われており、予防プログラムを実施する必要性が示されている。また、予防プログラムにおいて、うつ病のリスク要因となる抑うつの予防と同時に、不安障害のリスク要因となる、 不安症状の予防に取り組む場合も多く、その必要性が指摘されている。実際に、抑うつや不安症状を発症しやすい、青年期、思春期、児童期に位置する学生や児童生徒に向けて、授業などを活用した、抑うつ、不安症状予防プログラムが開発、実施され有効性が実証されており、抑うつ、不安症状予防プログラムを、カリキュラム内に位置づけて実施していく。 必要性が示されている。ありがとうございます。